南相馬市と全然雪の数とかがすごく初めて見ましたね。こんな白い綺麗だなと思いました。今回カラフルに来てみようというプロジェクトのオーガナイザーです。南相馬の子どもたち38名でアートイベントはたくさん行って、子どもたちを楽しんでもらおうというプロジェクトですね。自然の中にあるホテルに来たら、きっと楽しいのではないかと。みんなが出てから考えるっていうその発想がすごいと思いました。自分ももしできたらやってみたいと思いました。こういうのを置いてマジックで丸描いて、ロケットストーブっていう、簡易的なストーブを作りました。薪ストーブよりも燃焼効率のいいストーブってことで、その辺にある材料で作れるっていう簡単なものを被災地のあたりで煮炊きをするために使われ始めて、でだいぶ需要は最近増えているようです。今すぐじゃなくても子どもたちだからもっと大きくなってからこういうことやったってことを思い出してくれて、何かあった時に役立つといいかなって感じですよね。停電とかね、寒い時ね、停電みたいな感じで。誰ですか？めっちゃうまい。めっちゃうまい。8時半ぐらいだったね。睡眠の色が安定と良しで、どれぐらいの大きさ？ライフスタイプは1日の生活を、可視化してグラフィックに置き換えてストライプ模様にしているプロジェクトです。睡眠だったり食事だったり生活の行動項目を入れ込んでいって、その時間とその人によってストライプ模様ができるっていうプロジェクトをやってます。赤が趣味をやっている時で、オレンジは食事している時で、黄緑はくつろいでいる時です。どの時が一番楽しいですか？寝ている時です。新体操を大成功、最高の一日。福島の子どもということで、最初はなんか意外とこうそんなに変わらないかなと思っていたんですけど、ちょっと話したりしているうちに、学校がいつもの場所とは違くなってしまって、違うところから登校してたりとか、違うところへ登校していたりして、なんかそういうところをちょっとずつ分かってきたので、やっぱちょっと違うんだなっていうのは、福島の子らしさっていうなのをちょっと感じつつやったんですけど、今日は一日を振り返ってそれを記憶に残すっていうことをやったので、それを見てその後どうなるかっていうのが一番の問題のところで、それがちょっとでも見て元気が出たりとか、見てこういうことをやってみようとか、自分の以外にも友達のを見て、あそこまで同じ風に遊んでたけど、その別れた後こうしてたんだとか、私とは違うんだ、でも生きてるんだみたいな、生きてる実感っていうところを感じていただけるととっても嬉しいなって思ってますね。子どもたち南相馬市で見た時には、小学生でも登下校は親の迎えとか、おじいさんおばあちゃんの迎えですからね、みんなでこう遊んでるっていう姿は私自身はほとんど見てないもんですから、だからそういうところはやっぱり不安っていうのがあるんでしょうね。どちらにしてもいろんな体験ができるっていうのはやっぱり本当に自分、子どもたちのためにもなるし、将来の生き方についてもね、自分でいろいろ考えたり、あと体験を通してその地元にお返しできるような子どもたちになれればねと思うんですけどもね。実は今日、例えば今日作ったロケットストーブは寄付しますとかで、今日作ったアート作品はあと東京で展示することで、
お金募金してまたセーフ南相馬プロジェクトに寄付するとか、だから本当にまあ今チャリティーしてますけど、子ども自身がチャリティーもやります。実は、まあ、直接な形ではないけど、でそうすると子どもたちは自分の力で自分の町とか自分の地方手伝えるということを感じてもらいたいんですね。南相馬だと地元でも全然できないような体験を長野でできたので、すごい楽しいし嬉しかったです。今度中学1年生になります。今どこに住んでるの？南相馬市の鹿島区です。自分のふるさとなんで、やっぱり綺麗にちゃんと復興してもらいたいなとは思ってます。できることはやっぱり私らが将来この日本とか福島とかを担っていかなきゃならないんで、やっぱり私らが元気なくしてたら日本も福島も復興とか普及とかしていかないと思うんで、やっぱり元気とか明るさをなくさずに頑張っていきたいと思います。